挑戦手合制は選手権における方式の一つ。タイトル保持者と挑戦者とが対戦し、その勝者を新しいタイトル保持者とするタイトルマッチシステムの一種である。主に囲碁、将棋、練習、チスなどのマインドスポーツで用いられている。ボクシングやプロレスなど格闘技のタイトルマッチでは、ランキング上位の選手に挑戦権が与えられたり、タイトル保持者が 対戦相手を指名することがあるが、挑戦手配制では、トーナメントやリーグ戦などを事前に開催することで、挑戦者を決定する。また、格闘技のタイトルマッチで、引き分けが、現王者の防衛となるのと異なり、挑戦手配制では晩勝負により、勝者が決定するまで対局が行われる。挑戦手配制は、タイトル戦と呼ばれる、公式棋戦で、主に採用されている方式である。 タイトル戦ではない棋戦ではトーナメントで優勝者を決定することが多く、タイトル戦と区別する意味で優勝棋戦という表現がある。ただし、かつて行われていた朝日オープン将棋選手権は優勝棋戦でありながら挑戦手合制であった。また、以後の地方棋戦である王冠戦と関西棋院第一位決定戦は挑戦手合制で行われている。 挑戦手合制で行われる番勝負において、囲碁界では、規制戦挑戦手合七番勝負のように、挑戦手合のゴンが用いられるが、将棋界では、王将戦七番勝負のように慣例的に、省略される。日本において、囲碁、将棋とも、挑戦手合制は、タイトル戦の開始と共に始まったと言える。将棋で最も古いタイトル戦である。 名人戦は1937年に始まっている。以後では、第一期本因坊戦の6番勝負が1941年に行われた。以後においては、日本国内の朝鮮手合制の棋戦は、国内棋戦のみであり、国際棋戦では採用されていない。世界チェス選手権では、世界チャンピオンが公式化された1886年以降、朝鮮手合制の形で、 チャンピオンが決定されていた。この制度は国際チェス連盟にも引き継がれ、1948年以降はファイドが主催するトーナメント戦、キャンディデッツトーナメントにより挑戦者を決定していたが、1998年以降は前年度のチャンピオンを含めたトーナメント方式に変更されている。ありがとうございます。